思い出の初中継を振り返るのんちゃんです。念願の初中継ということで、デビューしてからずっとね、中継に行ってみたいなというふうに言っていたので、もうこれ頑張って行ってきたって感じです。行きたいですって言って、もうこうやって道中も動画撮るから行かせてほしいって言って。懇願系、そうそうそう、行くならね、一本でも動画多かったらいいかなと思って、あ、じゃあ撮ってきてよって言われて撮って、そう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 、行ってきたんですけれども、これは羽田に向かってる最中、そう、東京はですね、曇ってて雨も降ってたんですよね。でも日差しが、見てください、この曇り空、もう信じられない感じだったんですけれどもね、いい感じに沖縄は晴れていて、で、ここを指しててですね、雨降ってたんですけど、関東の方も結構太陽が見えてたりと、不思議なお天気だったんですよね。飛行機に乗り遅れないかドキドキしてたんですけれども、無事に着いて。ねえ、朝6時からスタートしててでしょ？夜見てたのは23時だから、懐かしいなぁ。これとか5回くらい撮り直してるね。なんか着いたところを取らなきゃいけなかったのに、荷物とかいっぱい持ってるじゃないですか。ドタバタしちゃってて、で、保安検査場入ってやっと、まあ、落ち着けるじゃないですか。それでやっと使える素材が取れて、なんか取ってくるからみたいなこと言ったんですけれども、圧倒的にもうおにぎりひっくり返っちゃうし、圧倒的に難しくて、すごい一人で取ってくることの大変さをすごい痛感しましたね。それこそこうやって歩いてる時とか、広告入ってよかったのかなとか、すごいいろいろ考えることもあったりして、ね、大丈夫だよって言ってくれたけど、そう、すごい、ああ、そっかと思ってね、大変だった。なんか言ってみて、実際やってみてよかったなっていうふうに思ったいい経験でした。そうそう、目指してた Vlog とは程遠い感じになって、ね、なんでも想像してるだけじゃやっぱりわからないじゃないですか。どれだけ大変なのかとか、難しいのかとか、わからないからこそ、実際にやってみてよかったなって思いますし、やらせていただいて、本当に感謝しております。ね、これも撮ってきますって言ってね、飛行機中から撮ったのね。もう本当初めてのお使いくらい、初めての Vlog、大変でしたけれども、本当編集してくださった方に感謝、大感謝でした。そう、本当何事も経験ということで、いい経験をさせていただいてありがとうございました。ここまでウェザーニュースライブサンシャイン3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後もですね、ぜひコーヒータイム確認しつつ、素敵な大晦日お過ごしください。それでは皆さんごきげんよう。あ、良いお年を。ありがとうございます。